三重を春は、2016年の日本映画。藤村昭雄の長編初監督作品。主演は、久保陽歌。スキップシティ国際ディシネマ映画祭2016の、長編コンペティション部門にて、スキップシティアワードを受賞した。日本での劇場公開は2018年。泣き屋をテーマとし、古い監修の話としてではなく、抱える現状への不安や不満、他者に対しての、三重。 定裁を気にしがちな現代人を描写する。若手監督育成プロジェクトであるシネアスト・オーガニゼーション大阪の女性企画として制作された3本のうちの1本。本作を含む CO2 女性企画で制作された3本は第11回大阪アジアン映画祭で上映されたが、本作のみ上映権が前売りの時点で完売した。2020年には 本作の DVD が市販された。吉岡エリコは女優として事務所に所属しており、CM に出演したこともあったが、最近はパッとせずに、惰性でオーディションへ通い続けて、フリーターのような生活を送っていた。そんなある日、疎遠だった姉の訃報がエリコに届く。姉の葬儀のために、故郷の和歌山県へと戻ってみると、 親戚連中はエリコのことを東京で浮ついた生活をして故郷に顔を出さないと冷たい。姉が女で一つで育てた老いっ子のカズマを引き取ろうとするが、エリコは料理もまともにできない。親戚連中は女優に子供の世話は無理とエリコを責める。エリコは生活のため姉が働いていたという泣き屋の仕事を始めることにした。 葬儀で三列者の涙を誘う、泣き屋の仕事の意義を理解できなかった、エリコであったが、死者と遺族とをつなぐという泣き屋の仕事をすることで、見栄を張り自堕落だった自分を捨て、なりたい自分を取り戻していく。CO2 助成金の六十万円を含む三百五十万円の予算に、モーションギャラリーのクラウドファンディングで五十万円を集め、制作費三百万円、宣伝費百万円の 計400万円の予算で制作が開始された。準備期間を経て、2015年12月20日より、和歌山県海南市、君野町などで撮影が開始された。監督の藤村は、君野町について、山の中にポツンと、日本家屋があるというイメージ通りの場所と述べている。また、作中の葬儀シーンは、有田市有田川町の葬儀場で行われており、 参列者としてエキストラの募集が行われている。2016年1月3日にクランクアップしたが、スタッフとキャストの人数が当初想定よりも多くなったこと、撮影中の移動距離が長く移動費用がかさんだこと、4K デジタルシネマでのポストプロダクションの費用などから追加予算50万円を再度クラウドファンディングで集めることになった。当初の予定通り、2016年3月に、 開催された大阪アジアン映画祭で上映された。日本での劇場公開は2018年で3月24日にユーロスペースと横浜シネマリンの2巻で公開された。その後、名古屋、新潟、大阪、神戸、和歌山、広島などで順次公開される。ありがとうございます。